正直に言っていい？たまたまバラぐらいしか知らなかったの、本当に。最初なんかもう遠征費を稼ぐためにやってましたって感じ。最初高3だったから、まあ、いない時もあったけど9年ぐらいかな、9年ぐらいやってたかな、かんだ。27です。もうガセンツイン、今はもう試合もない、出ないから。もともと三文飛より得意じゃない、楽だよね。最初リハビリだったからって言いながら腰を押さえちゃってるしねやばいね。でまださ、結構パフォーマンスもしたいから、パフォーマンスよりも緩すぎないで。結構最近乗ってるのはもうシャキシャキリップもできますよってやつを乗ってるかな。最近はもうアルバムしか乗ってないね。あのピンクと黄色いのあんじゃん、あれが、あれ女子カーの人なんだけど、中古でなんかゲットしてめちゃくちゃ調子、肩頭ぐらいかな。楽しいじゃん、パーティー以外でもうゲーマーでしょ、めちゃくちゃ俺保育園とか一緒なの、カイト君と。あんなに物腰の柔らかい人いるのかなって感じじゃない。大橋カイト嫌いな人って組兄弟ぐらいじゃないかなっていうぐらいすごい素敵な人だなって思うけど、これオールカットでお願いしますね。やばいっしょ、もうそれ聞く？いやもうさ、なんて言うんだろうな、もうあの人海って感じじゃない？これやってやるぜみたいな感じかもしんないけど、それをなんかすごいナチュラルにやってくるじゃん、めちゃくちゃ。結構だからそれが本当にすごいなって思うよね。やっぱり名前海つくだけあるよ。うん、大好きなサーファーはエースバッカー左です。全部左、右なし右折も左折する。あー食べたいね、お刺身、刺身超好き、毎日食える。食わない、どういうこと？お肉でしょ、そしたら。この質問結構ずるくない？もう昔から食べてきたのは横浜屋、あのラーメン、あんかけのラーメンだし、もう俺いつ、もう前、もうないとこ行っていい？岡野屋行きたい。マスター見てるね、多分これね。本当にお金屋に行きたい、俺は。手羽先をめちゃんこ食べたいの。それ。
結構アイスが多いかも。もう熱いコーヒーにさ冷たい牛乳入れるとぬるくなんじゃん。もうそれが結構好きな気持ち悪いでしょ。倍もより分かるかな。分かんないよね。なんだろう、大したことしてないよね。してる？なんだろう、サーフィン楽しくやってるかも。質問と全然違うね。好きなんだけど、このゆるさ、ゆるくない？みんな。もうなんかそこに落ち着いちゃうと本当出られなくなるよ。ちょっとあんぞ、髪ちょっとあったか。俺は1、2年だけど、兄ちゃんがその前に乗ってたのを買ったからだいぶ年季入ってると思う。もうまずエンジンつけてミラーがウィーンってなるんだ。私夏場はクーラーつけるとなんかシュ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 みたいな音になるんだ。で雨の日は水たまりになんか車の底がつくとキュ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 って言うんだよ。結構だからだいぶご老体だとは思うけど頑張ってくれてる。聞く？釣り止まんない、釣り欲が。これはオニールだね。オニールが16だから12年目だね。もう俺みんなよ、みんな俺本当リスペクトしてて、俺の中で一番重きを置いてるのはもうずっと何与えられてもらってばっかだったから、どっかでちゃんと手バックしたいなっていうのはすごいあって、なんか それがまあ花の活動でできるかどうかわかんないけど、まあみんなすごいなって思うから、ちゃんとそこに自分もねえ参加していきたいなっていうのはすごいあるね、うん、みんなすごい尊敬してる、いっぱいいるそんな人、湘南地域だったら。